小雪さんは両親とは仲がいいですか？どこまで親を大切にしたらいいのかたまに分からなくなります。すべてを見透かしているかのように蔑まれることがあって、小雪さんたちに元気をもらうけど、親に言われたことが悔しくて辛くなりますかのことです。やさん、なるほど。親は、えんちゃんかも考えんね。おー、うん。親は、きっと僕たちが楽しく生活してることが一番の恩返しだと思う。なるほど、なるほど。うん、気にするってことは良くないんじゃない、うん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 、気にしなくても気にしてるのがいい関係だと思うんですよ。うんうんうん、だからあんまり気にしすぎて向こうも萎縮するっていうか、気遣いはしてあげたらいいと思うんだけども、まあ、大切にそれが思うっていうレベルでいいんじゃないですか。うん、そんななんか気負いすることはあります？うん、ちょっと難しいですけどね。うん、まあ本当にちょっと関わるのが難しかったね。あの、まあ、引っ越したりとかも。まあ、僕の親は本当に親父と結婚したことを後悔してたんで、へ、まあ、もう私が死んだらもう大阪帰りたい。私の遺灰はもう道頓堀川に流してくれっていうのが。いやそんな。僕の遺灰。道頓堀川に流してくれ。そこまで言って。で、俺ね、わかるんだよ。うちのおかんって大阪の、言ったら南に育ったんだよね。うん、大都会。うんうん、うちの親父って、静岡の金谷っていう超ど田舎で過ごしてるから、はい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 、そこのお嬢様がど田舎に引っ越してくるって、俺ありえないと思ってて。なるほど。もちろん、それうまくいく人も大勢いると思うんだけど、うん、俺の親のなんか性格を考えるとすごいなと思うんだよね。よく耐えたなと思って。おお。だって、その、多分愛があるから、それ最初の方は燃えてると思うんだけど、うん、パッてなった時に、私なんでこんなところでカブトムシと買う濡れてんだみたいな、はい、なっちゃうじゃないですか。はい、だからちょっとだから、それはその人たちが良かったらいいんじゃないですか、その価値観でみたいな。うんうんうん、だからなんか、情報の価値観が狭い、うん、多分親は。あー、なるほど。それは確かにあるかもしれない。そう。あ、今の僕たちの世代より下の方が、いろんな情報を得れるから。そうですよね。もちろん、うまくその情報を拾えるかどうかっていうのは能力だし、うん、頭の良さとか経験がある必要なんだけど、うん、たくさんある選択肢の中から選ぶってことは、今の子の方ができるはずなんだよ。柔軟ですもんね。でも親の世代っていうのはこうだって言われてきたことの中で生活してうまくいってる人たちはずっとこれが続くと思ってるから、うん、これを覆すのが大変な人は多いかも。なるほどね。そう、今ってそんなこと言われてないんだよとか、今ってこういう時代なんだよってことを受け止められないと、ちょっとやりづらいこともあるかもしれないから、うん、そういうことを一気に変えようじゃなくて、ちょっとずつ今の僕たちの楽しみを教えていくことが、なんかその付き合っていく一番いい方法だなと思ってるんだよね。なるほど。っていう感じがしました。なるほど。はい。ということです。うん。まあね、いろいろあるかと思いますけども。うん、うん。まあまあ、それはその人による本当に。まあね、うん、価値観もね、親は違ったりしますね。ね。うん。はい。しょうがないよね。